はい、今日はこちらの紹介をしたいと思います。ダイソーで買ってきたシリコン小鍋、一人前にとっても便利、時短料理に向いていて電子レンジとオーブンでも使える小鍋です。折りたたんで収納にも便利と書いてあります。直径が 13.2 センチ、広げた高さが 9.8 センチです。こんな感じで一人鍋もできそうです。一人暮らしをしている学生さんや一人でご飯を食べようと思っている主婦の方たちにもとっても便利だと思います。後ろには特徴や使用方法が書いてあります。食洗機、レンジ、オーブンが OK と書いてあります。なんと税抜きで200円の商品でした。早速開けてみたいと思います。どこが一番いいかと言いますと、はい、このように薄いので隙間に収納できます。ちょっと初めて買ったのでどんなものかわからないんですけども、はい、蓋はこんな感じです。そして一周、これを広げると、おう、はい、ちょうど一人分の調理をするのに便利そうな大きさです。今日はこちらの小鍋を使って家にあった具材でポトフを作ってみようと思います。はい、一回洗ってきます。まずブロッコリーを切ります。そしてじゃがいも、今使っているインデックスまな板と包丁も以前紹介しています。はい、玉ねぎ、はい、まずじゃがいも入れます。そして玉ねぎ、ちょっと全部多いので半分また違うものに使います。ブロッコリー、きのこ、そしてウインナー、これだけのものを入れて野菜が浸るぐらいの水を入れました。はい、ダイソーで買ってきた中華だしのペーストを塩コショウ、こちらを今から600ワットで6分ほどレンジアップしていきます。6分のレンジアップが終了しました。どうなってるでしょうか。じゃん、おお、めっちゃ美味しそう。ちょっとすごく熱そうなんですけど、中のじゃがいもも火が通ってるでしょうか。おお、はい、こんな感じで柔らかくなってます。はい、ではよそって食べてみたいと思います。
はい、ウインナーも美味しそうです。ブロッコリーいただきます。うん、ここ美味しい。玉ねぎです。柔らかい。9月に入ってずいぶん涼しくなったので温かいポトフがすごく美味しいです。今日はダイソーで買ってきたシリコン小鍋の紹介でした。これからの季節に大活躍しそうです。過去の動画でも100均の便利グッズをたくさん紹介しています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。これめっちゃいいです。